フージェールは、フランス、ブルターニュ地域県、イルイコールエイコールビレ県のコミューン、メーヌとノルマンディーに近接する。1985年、フランスの歴史的な町として、芸術と歴史の町に登録された。日本語の文献では、フージェールとの表記もされる。フージェール上、フージェール最大の記念物は、花崗岩の岩棚城に立つ、中世の要塞である。これは、 フランスの侵略に対するブルターニュ公国の防御システムであり、ビトレの要塞を含んで3カ所あった。フージェールはブルターニュに3カ所ある首蝋の一つがある。首蝋の位置は週末開かれる市場の中心となっている。1397年に建てられた首蝋は地元商人たちによって集められた基金で作られた。かつては教会の保存は貴族に許されていたが、この首蝋は 庶民が建設を許されたということを意味していた。相当な大きさの城壁は下町にある城から伸びて上町周辺の丘の上に至る。下町の市民は防衛設備の外におり、トラブルが起きた時には要塞の中へ避難しなければならなかった。かつては重要な靴製造工場があったが、現在はほとんど耐えた。またガラス製造も行われていた。中世。 塩に重税が課せられ、ブルターニュからフランス全土へ輸出されていた。フージェールは塩の密輸業者のための取にされた。立地域へ売るため持ち込まれた塩を持って、彼らは城壁沿いに張って進んだ。この興味深い事実を記念し、現代のフージェールの公立庭園が作られた。長近辺にフージェールの森があり、そこではいくつかの石釘や巨石記念物を目にすることができる。 参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。